シャローシラジオサニーデーフライデー、シャローシラジオサニーデーフライデー、田村陽太です。この番組は社会保険労務士として活動する田村が、普段の侍業という固いイメージから外れ、様々な分野で活躍する方やその道の専門家スペシャリストと語るトーク番組です。本日も素敵なゲストをお呼びしております。株式会社ソーシャライズ代表取締役の中村拓海さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サニーデーフライデーに来てもらいましてありがとうございます。こちらこそお呼びいただいてありがとうございます。はい、中村拓海さんはですね、私の母校である東京外国語大学出身の起業家でいらっしゃいまして、今高度外国人材の採用支援とか外国人留学生の就職支援の事業を行っていらっしゃいます。この前本当にちょっとあるお仕事をきっかけに中村さんをちょっと知らせていただきまして、はい、そこからちょっと勇気を出してですね、中村さんをぜひサニーデーフライデーに来てもらいたいと思いまして、お声掛けさせてもらいました。ありがとうございます。今日は中村さんにですね、外来出身ということで外来生活のリアルお聞きしたいのと、まあ外来卒業されてもう在学中から起業されてるんですけども、その起業のご経験と今の事業、その外国人採用とか留学生の就職支援の事業、どんなことやってるのかとか、その辺を根掘り葉掘りお聞きしたいなと思ってます。はい、わかりました。はい、ちなみになんですけど中村さん、はい、今回ちょっと僕サニーデーフライデーのラジオ収録ちょっと依頼させてもらったじゃないですか。はい、出てもらったきっかけってどんなところにありますか？まず僕喋るのが好きなんで、これ喋る場をいただけるのであればぜひ喋らせてくださいということで参加させていただいたのと、あとサニーデーフライデーっていう名前がちょっと気に入っちゃって、あ、本当ですか？はい、ちょっとここに爪痕残したいなと思って、はい、今日来ました。ありがとうございます。もう完全ヨータを逆にしただけなんですけど、そういうことなんですね。そうですね。なるほど。なんか意味あんのかなと思って、なんか晴れやかなで金曜日確かにいいなみたいな感じで思ってたんですけど、あ、そういうことなんですね。そうです。確かになんか中村さんのツイッター見たんですけど、水曜日だけども金曜日っぽい日があるよねみたいなあったじゃないですか。はい、で僕も金曜日めっちゃ好きで、はい、なんかその午後の昼下がりの金曜日ってめっちゃテンション上がるじゃないですか。上がりますね。その時にラジオを聞いてもらいたいみたいな意味でサニーデーフライデーにしたのと、うん、一応太陽なんで逆にしたみたいな。あ、そういうことですね。今完全に前者のイメージでいたんで、はい、結構シンプルな理由だったですね。そうですね。名前ひっくり返して、でもいいですね、名前ひっくり返してこんなおしゃれな感じになるんだったら。ありがとうございます。あまりこうサニーデーフライデーの名前の由来に興味持ってくれる人少ないんで、ありがとうございます。なんかすごい興味持っていただいて、こちらこそ教えていただいてありがとうございます。じゃあ僕中村さんをですね、ちょっとご紹介文をちょっと持ってきましたので自己紹介させてもらってもよろしいでしょうか？はい、お願いします。はい、ハイレベルな留学生たちが日本式の就活に苦しむ姿を見て、外国人留学生の積極的採用、積極活用の新時代を作る事業構想を思い立ち、東京外国語大学在学中の2014年11月に起業されました。東京外国語大学以外に横浜国立大学や立教大学、創価大学などいくつかの学校で留学生専任のキャリアアドバイザーをご担当されるなど、日本全国の大学、大学院、専門学校、日本語学校での外国人留学生の就職支援を行い、また入社後の外国人社員の育成、活躍、定着に関する人事コンサルティングの事業を行っていらっしゃいます。趣味はバドミントン、野球、登山、車、旅行、お菓子作りですということで。はい、ありがとうございます。合ってますか？合ってます。以後このプロフィールを使わせていただきます。あ、本当ですか？はい、気に入りました。ありがとうございます。めちゃくちゃ多趣味なんですけど、はい、今ホットな趣味は何ですか？これ全部ホットですね。あ、マジですか？はい、全部。毎週とはいかないか、バドミントンは週に2回ぐらいやって、はい、野球が2週間に1回、登山月1か2、はい、で車ほぼ毎日乗りますね。旅行もしょっちゅうします、車乗ってる。お、お菓子作りがあれかな、最近ちょっと少なめですかね。はい、あ、本当ですか？はい。お菓子作りってめっちゃ可愛いですけど、どんなお菓子作るんですか？僕得意なのチーズケーキは得意で、はいはい、イメージつきますかね、あのふわふわしてるスフレチーズケーキとか、はいはいはい、結構こう濃厚なチーズケーキ、まあ、ちょっと僕の場合はゼラチンで固めるのと焼き固めるの2つあるんですけど、はいはい、作りますし、ヨーグルトとか混ぜてレアチーズケーキとかも作りますね。すごいですね。はい、めっちゃ可愛い趣味なんであれじゃないですか、女性からも結構チヤホヤされるんじゃないですか？これね、僕の見た目でお菓子作り趣味ですって言って実際持っていくとかなり評判いいです、はい、あ、ギャップですか？ギャップで。あ、なるほど。はい、じゃあリスナーさんも後ほどの中村拓海さんの写真を見ていただきたいと思うんですけど、そうです、そのギャップにね惹かれる女性も多いんじゃないかと。はい、ありがとうございます。じゃあ最初のもうご質問からいっちゃっても大丈夫ですか？はい、お願いします。ありがとうございます。中村さんはですね、東京外国語大学ご出身なんですけど、専攻の5科は何でしたっけ？
ウルドゥー語ですね。ウルドゥー語。はい。リスナーさん、ウルドゥー語ってご存知でしょうか？いや、絶対わかんないですよね。そうですね。絶対知らないと思います。はい。中村さん、ウルドゥー語にされたきっかけってどのところにあるんですか？これね、はい、ちょっともういきなり長くなっちゃうんですけど。あ、マジですか？どうぞどうぞ。はい、始まりが、はい、浪人時代に戻りますね。はいはい。はい。高校、3年生の春に、はい、受験のシステムがどうしても納得できなくて、ほうほう、日本の大学じゃなくて海外の大学に行こうと。え？そう、決めたんです。はいはい。で、親とまあ喧嘩しまして、まあ要はそのお金どうすんだとか、そのいきなり英語も喋れないのに海外の大学なんて入れないし、入ったところでその先がないだろうっていう風な感じで喧嘩になったんですよ。でまあいや、できるってことを証明するっていうので、夏休みに1ヶ月だけカナダ行ったんですよ。はい。で、打ちのめされて帰ってきて、ただ、その状態でも日本の受験システムには納得はいってないわけですよ。はい。だから、国立単眼、はい、私立全く受けないで、外大だけ行くっていう手法を取ったんですよ。で、ベトナム語受けたんですけど、はい、前期も後期も落ちて、ああ、そのすごい落ち込んだ状態で自転車で旅出たんですよ。おうおう、なるほど。で、日本って山がちな地理なので、そうですね、はい、隣の県入るときって自転車漕げなくって、押して登って下るっていうのを毎回やるんですよ。はいはい。で、そうこうしてるうちに、群馬の草津に滞在してた時、アフガニスタンからカイバル峠を越えてパキスタンに逃げてくる難民のドキュメンタリーを見たんですよ。あ、たまたま群馬で。群馬で、滞在先で。はい、その時に、登場してたのが17歳の女性で、3歳の弟と一緒に峠越えてパキスタンに逃げてくるって話だったんですけど、浪人時代の私が18歳だったので、ほぼ同い年じゃないですか。そうですね。で、アフガニスタンからパキスタンに逃げてるのも2000年に入って以降の話なんで、まあまあ大体同じぐらいの時期だと、時代だと、なんか山を越える理由にあまりにも大きな差があるなって感じて、はいはい、これだけ安穏とした環境で勉強に打ち込める状態にもかかわらず、ふてくされて山越えてる僕と、命からがら明日を生きるために山越えるほぼ同い年の女性弟、はいはい、比べた時情けなさを感じて、おうおう、どうせ勉強するんだったら何かこういう問題を解決するところに身を投じたいと思い、ウルドゥー語にしたと。ウルドゥ語はパキスタンの国語なんですよね。はい。はい、それで、ウルドゥ語にしたと。あ、じゃあ本当にちょっとテレビで見て、パキスタンとこう出会って、はい、もうウルドゥ語に決めようと。はい。で、あれですよね、その浪人1年間して、ウルドゥ語に入ろうっていう風にして勉強されたってことですか？はい、そうです。はい。あ、なるほど。ちょっとその前のとこ聞きたいんですけど、はい、最初その夏休み、高校3年生の夏休みに、はい、海外行ったんですよね。はい、行きました。で、1ヶ月で打ちのめされたみたいな話ありましたけど、そうです。どう打ちのめされたんですか？どんな感じの経験ですか？お金なくなっちゃったんですよね。あ、そうですか。はい。まあ、親と喧嘩してるんで、資金援助は、まあ、ないんですよ。だから自分でバイトしてお金を得て、作って。で、それでカナダ、バンクーバーに行ったと。ほうほうほう。語学学校にも入りましたと。はい。で、完全に僕は、カナダ行ったら、まあ、1週間、2週間でバイトぐらい見つかるんだろうみたいなノリで行ったんですよ。はい。見つかりそうですよね、なんかね。そう、なんかそんな感じあるじゃないですか。はい、ありますね。はい、全くなくて。本当ですか？はい。まあ、英語喋れなかったから。はい。そもそも応募すらね、はい、ままならないような状態だったんですけど、まあ、それで、あっという間にお金なくなって、帰ってこざるを得なかったと。ああ。それが打ちのめされた内容です。なるほど。でも、高3でそんな経験するってすごいっすね。周りの高校生みんなそんな感じだったんですか？いやいや、全くそんなことないですよ。中村さんだけそんな感じでやられて、はい、帰ってきたら見える景色とか違ったんじゃないですか、こう。どうですかね、敗戦してますからね、僕。敗戦撤退してるんで。はいはい、あんまりこう輝かしい世界には見えなかったですけど。ああ。確かにすごいですね。いやいやいや、行動力だけですよね。めちゃくちゃありますよね。で、その自転車の旅戻ってこられて、1年間の浪人で勉強されてたじゃないですか。はい。で、その勉強の期間どうでしたか、その勉強された時って。ああ。どうすかね。はい。無心で勉強してましたよね。はい。その受験のシステムが納得いかないのが、勉強しようとする姿勢を評価してくれないっていうところなんですよ。結局高校まで勉強して、もっと高次元の勉強したいから専門に特化した大学を受けるわけじゃないですか。そうですね。はい。それにもかかわらず、当時僕の時はまだセンター試験があって
って、ありましたね。同じ科目、同じ内容をみんなで競って、より正確に記憶してて、うん、高い点数取れた人は、はい、その希望する大学に入れるっていうのは、なんか僕の中で合理性がないんですよ。あ、あの、それぞれが専門を極めたいと思っていて、何々大学、何々学部とかって選んでるにもかかわらず、はい、この動機を得点にしてくれないのは、システム的に欠陥だろっていうのが、まあ、あるわけですよ、僕の中ではね、はいはい、はあはあ、でそれを覆すことはできない、結局自分を従うしかないので、はあはあ、まあもう感情を殺してひたすら勉強するっていう状態ですよね。あ、いつかそれをシステムを変えたいなって気持ちもあったけど、とりあえず1年間はシステムに乗ろうと。これね、あの、僕のずるいとこなんですけど、はい、あの、システムに従いたくはないんだけど、変えるつもりもないんですよね。はい、変えるほどの気概はない。でもその悔しさをバネにこう勉強をずっとやったってことね。そうです。はい、でそれ無事、ウルドゥー国家に入られたと思うんですけど、はい、実際にウルドゥー国家入られてどうでした？大学入学して。そうっすね。はい、ウルドゥー語ってあのアラビア文字。はい、なんですよ。うにょうにょってみんなが言う。はいはいはい。で、あれ多分勉強してない人って難しく思うと思うんですけど、はいはい。記憶が正しければ、2日で全部覚えましたね。え、マジっすか？あれ。簡単なんですよ。法則性あるし。あ、そうですか。はい。すごいうにょうにょしてそうなイメージですけど。そう、うにょうにょしてて、わけわかんないみたいなイメージを持たれると思うんですけど、あれね、はい、35文字しかないんですよ。ウルドゥー語の場合。あ、そうなんですか？はい。ほうほう。単語の頭にあるか、単語の真ん中にあるか、単語の終わりにあるかで形が変わるんで、ほうほう、種類で言ったらまあ100種類いかないぐらいにはなるんですけど、とはいえ100ぐらいしかないんで、はいはい、まあ2日あれば。全部覚えられると。おお。はい。なんかそれ意外に簡単だなっていうのが、はい、多分最初入った時の印象ですかね。すごいですね。もう大学1年生の最初2日ぐらいでもう覚えて、うん、はい。もうそこからじゃあもうウルドゥー語、もう結構喋れそうな感じあるんですけど、そんな感じでこう、コトンといった感じですか、勉強とかは。そうですね。会話も簡単だし。あ、ウルドゥー語は。そうなんですね。はい。全然難しくなかったですね。あ、本当ですか？はい。なんか、ウルドゥー語って僕、あの、実は、はい、あの、ヒンディー語のゼミで、だったんですよ。はいはいはい。で、結構、ウルドゥー語の先輩がいたんですけど、はい、そのヒンディー語とウルドゥー語って、実は文字は違うけど、ほぼほぼ似てるみたいな感じ聞いたことあるんですけど、うん、はい、だから、ウルドゥー語喋れたら、ヒンディー語もやっぱ喋れるんですか？まあ、意思疎通は普通に。いけます。で、実際僕もインド、パキスタンにいましたけど、通じますと。ただ、こいつヒンディー喋ってんなとか、こいつウルドゥー喋ってんなっていうのは気づきますね。あ、そうなんですか。使ってる単語がどうしても違ってくるので。ちょっとこれ話すと3時間ぐらい喋り続けないと、ほぼ同じような言語なのになぜ文字が変わり、単語も変わり、今のようなヒンディーとウルドゥーになっているのかっていうのは、ちょっと3時間は最低限必要になっちゃうんで、はい、ちょっと省きます。ちょっと会議室の時間もありますね。ありますね。また別の機会にちょっと教えていただきたいなと思います。はい、あ、なるほど。で、ちなみに、その、じゃ大学1回生で、それ勉強されて、大学生活あるじゃないですか。はい。どんな感じで学生生活ってこう過ごされてたんですか？なんかいろいろやりましたね。まず大学1年生は、新しいウルドゥー語やりました。副専攻語が英語で、ほうほう。外来ってやっぱ自分が希望すれば、ほぼ、まあ、ほぼ全部とは言わないけど、いろんな言語できちゃうじゃないですか。ああ、そうですね、確かに。から、はい、単位にならないけど、スペイン語の授業潜り込んだりとか、ほうほう。あと何英語潜り込んだかな。結構いろいろ、はい、潜り込みましたね。おお。で、それやりつつ、はいはい、サークルが ESS、English Speaking Society のディベートに入って、はいはい、部活が空手道部に入って、1年目はそれらで時間だいぶ使ったかな。はい、あ、まあ。打ち込むことで。部活にちょっと集中して。はい。部活、サークル、あとは言語の勉強。こんな感じですかね。で、2年生が ESS を辞めて、高校生の時からやってる株式投資を本格化させたんですよ。高校からやってたんですか？高校からです。もっと言うと中2からやってます。マジっすか？はい。中学2年生の時の総合的な学習の時間で選択授業があって、そこになんか株式のことみたいなのがあったんですよ。社会科の先生がやってたんですけど、そこに入って興味持ったのがきっかけで、中2、中3、高1、高2まではバーチャルでやってました。まあ、要は、紙面上で、こういう、この株を買ったとして、はいはい、じゃあ1週間後、1ヶ月後、3ヶ月後どうなってるかみたいな、はあはあ、やってたんですよ、はい。で、高校3年生になる直前ぐらいか。だから、高2の1月とか2月ぐらいに、実際にお金を株式に変えて、投資し始めて、はいはい、まあ、ちょっと細々とやってたんですよ。それを本格化させたのが大学2年。すごいですね。ですね。ここはもう、めちゃくちゃやりましたね。あ、本当ですか？はい。やり込みました。ちなみに聞きたいんですけど、この会社に株投資するみたいな時のポイントってあるんですか？コツみたいなのあるんですか？僕の
場合は、はい、ウォール街のランダムウォーカーっていう本と、ほうほう、あと敗者のゲームっていう二つの本を信じてるというか、一番納得していて、はい、要は過去の成績によって未来の株価は予測できないっていう立場を取ってるんですよ。そのために個別の株式を選んで買うっていうのはよほどのことがないとしなくって、はい、基本的にインデックス投資をします。はい、分散してみたいな。そして分散してますし、トピックスを僕は使うんですけど、あの、日本の上場してる株式全部に分散してるようなものを買って、株価が全体が上がれば、市場全体が元気になれば儲かるし、そうじゃなかったら落ちるしっていうのをやってますね。すごいですね。僕の大学2年生だって全然違うことされてましたね。そんな株式投資かしてなかったんで。興味関心が大きかったんですよ。すごいな。で、あとあれですね、はい。で、この株式投資っていうか資産運用のやつは個人の勉強からサークルも立ち上げて、僕含めて3人ぐらいかなのちっちゃいものでしたけど、サークル作ったっていうのが2年生。あと同時期に、はいはい、高校の同級生、慶応大学に行った同級生と法政大学に行った同級生と一緒に、イーカフェモリスっていう英会話カフェを大学の近くで開いてました。あ、外野の近くですか？近くです。あ、はい、そうなんですね。はい、朝日町の行動会みたいな、市民っていうか街の人が自由に使える。ああ、はいはい、はい、はい。そこをお借りして、週に1回開いてましたね。で、僕、お菓子作り好きなんで、自宅でお菓子を焼いて、そこのイーカフェモリスに持って行き、慶応の友達がカフェが大好きで、彼がコーヒーを出す。本格的ですね。そうなんです。で、そこに留学生とかを呼んで、まあ、生の英会話を体験できるような場所を作ったんですよね。あ、じゃ留学生と日本人学生で一緒にこう英会話を試せるみたいな感じですか？そうです。はい。面白いですね。ね、はい。2年生はこの2つのサークル立ち上げと運営を割としっかりやってましたね。すごいですね。サークルに入る方じゃなくて自分から作るってすごいっすよね。そうですね。はい、まあなんかやりたいことがその時存在してるサークルになかったんで、はい。いや作っちゃいっていう。すごいですね。まあただね、大学に申請してサークルとして認めてくださいってやってないんで、はい、厳密にはサークルじゃないですけどね。はいはい、勝手にやってたっていう。コミュニティみたいな感じですか？そうです、そうです。はい。ああ、なるほど。すごいな。僕も大学2年生の時に、バックパッカーサークルみたいなの作ったんです。めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいい。で、チラシ A4 で作って、あそこサボールのとこで、こうチラシを巻いてたんですよ、はい。あ、最高っすね。受け取ってくれるんですけど、全然入ってくんなくて。わあ、僕即入会ですね。ですか。受け取ってバックパッカーサークルの時点でも入ります。あ、ですか。はい。全然受け取ってくんないなと思ったら、ある、その大学2年生の時の同期で同じ学年の人が、突然メール来て、はい、僕も入りますっつって、はい、もう入りますと2人だけなんで、ビールで一緒に飯食って、コミュニティっていうよりかは、なんかもう食事会しようかみたいな感じで終わりました。ああ、そうなんですね。せっかくなんでバックパックでしたら楽しいだろうに。だから中村さんのそのコミュニティっていうか、そのサークルすごいなと思って。いやいやいや。なるほど。で、その3回生以降はどんな感じだったんですか？その3年生以降は。3年生が、さっき立ち上げたサークル活動をしっかりやりつつ、はい、パキスタン行きたいなっていうのを、ちょっとずつ意識し始めた頃ですね。あ、それまでは行ってなかったんですか？ 2 年生までは。はい、2年生まで行ってないですね。満を持して。満を持して。で、3年生の夏過ぎぐらいに行きたいなと思って、教授に相談したんですけど、パキスタンって渡航制限かかっちゃってるんですよ。ああ。渡航安全情報上、レベル4のところとか、レベル3とかのとこばっかで。で、まあ、端的に言うと、留学するとしたら1年前から申請しないと、はい、交換留学できないみたいな。あ、そうですか。もうじゃあ間に合わないじゃんってなって。終わっちゃってるよみたいな。そうなんです、そうなんです。でもな、空手もまだ続けてるしなと。終わってからとりあえず考えるかってことで、はい、3年生の冬かなぐらいに、留学で行けないんだったら、もうあの、私費渡航で行こうと。いうことで、短期滞在ビザを取得して、はい、3年生の冬に休学届を出して、学年3年生で止めた状態で、はい、次の春から、はあはあ、あの、パキスタン行きました。あー、その私費でってことは自分で大学にオファーして入らせてくださいみたいな感じで行ったんですか？いや、もう大学入んないっす。単に短期滞在で旅行者として行きました。あ、なるほど。はい。あ、もう、過去よりもそこでもう現地で体験するぞみたいな。そうです。もうとりあえず行っちゃえと思って。そうですね。すごいですね。それどうでしたか？行ってみて、パキスタン。どこ行かれたんですか？まず、インド見ようと思ったんですよ。おで、インドから行って、あの、デリー、アーグラ、ジャイプールっていう、もうなんか観光客がよく行くようなところ。黄金街道ですね、インドの。そうです、そうです、はいはいはい。あそこ一通り見て、アムリッツァルまで上がって、ほうほう、さらに北西に行くと、ワガボーダーっていう国境があるんですよ。ほうほう、で、そのワガボーダー越えて陸路でパキスタン入りして、現地の友人にピックアップしてもらって、ラホールにまず入りました。ああ、近いですよね、ラホール。はい。でラホール
ールでパキスタンの生活の感覚を2ヶ月ぐらいかな、はい、過ごして掴んでから、いろいろちょっとこう、イスラマバードとか、ラワルピンディとか、はいはい、あと、南行ってムルタンとか、カラチとか、回りましたね。はい、すごいですね。もう現地で活動して、そこからアポ取って、みたいな。ですね。で、結局、南西のバロチスタン州っていうところ以外は一通り主要なところは見て回りましたね。パキスタン。すごいですね。じゃあ、ほぼほぼじゃあパキスタン全土というか行かれて、行きました、行きました。で、さっきちょっとお話しした通り、もともとアフガン難民に興味があったんで、あ、そうですよね。アフガニスタン入りたいと思ったんですよ。おー、隣ですもんね、国が。はい。で、ペシャワルっていうレベル4に指定されてるところまで行って、一ヶ月半ぐらいいたのかな？あ、ペシャワールに。ペシャワールに。はい。なんとかアフガニスタン入りたいなと思って、現地で聞き込み調査してたんですけど、はいはい。結構な数に止められて。おお、現地の人に。そうです。お前、陸路で、ここから、アフガニスタン入るのは、ちょっと危ないから、入るにしてももっと計画した方がいいって言われて、ペシャワールで引き返してきましたね。はい、結構もうアフガンの国境のところですね、ペシャワールってね。そうです。かなり近いですよ。そうですよね。はい、僕あの、沢木孝太郎の深夜特急が好きで、はいはいはい、4巻で確かペシャワールからアフガンのカブールに抜けるみたいなのあるじゃないですか。はいはい、なんかペシャワールはめっちゃいい街ってあったんで、めっちゃ行ってみたかったんですけど、だからもう行かれてるので、行きました。いいなってめっちゃ思いました、今。面白い。街でしたね、はい。なんか力強さを感じる街ですよ。日本車あるじゃないですか。はいはい、あります。あれをノースカットとかハーフカットっていう形で、頭の部分だけ切ったりとか、真ん中の部分で切ったりするんですよ。ほうほう。でそうすると完成車じゃないんで部品としてコンテナに詰めて輸出できるんですね。ほうほう。でさらに、40フィートとかに、ハーフカットとかだと、まあまあ、綺麗に並べると何十台も入って、ほうほう。でそれを船積みしてこう、パキスタンに入れるんですね。で、港のカラチとかに着いたら、それがバラされて、部品になってペシャワルに並ぶんですよ。だから、配線一本一本とか、ライト一つ一つとか、めっちゃ並んでるんですよね。で、それで現地の人たちが生計を立ててる。なんかすごいたくましいなって思って。すごいですね。はい、なんかパキスタンの秋葉原みたいな感じですね。いや、完全秋葉原です。いい表現ですね。そうなんですよ。なんでもあるんですよ。よくわかんないベルトとか、はい、めっちゃちっちゃいネジとかまで売ってるんですよね。本当ですか？本当秋葉原です。言われてみたら。あれってパキスタンって日本と逆なんですよね、運転車の。右じゃなかったっけ？右車線ですよね、確か。右でしたね、はい。ですよね。だからそれもあるんですかね。なんかバラして使うみたいな感じなんですかね。うん。かもしれないですね。単純に多分ね、まあ、要はハーフカットで切った場合って溶接しちゃえば車になるんで。ああ、そこそこそうですよね。確かにくっつけたと。はい。その時になんか不具合とかが出たら部品とかそこで調達してちょいちょいと。やったりとかなんだと思います。ああ、すごいな。なんかそれ生で見るとなんかすごい実感が湧きますよね。あ、ここでこう経済が繋がってるんだみたいな。いや、ほんとそうですね。それすんごい思いました。ああ、すごい経験されてますね。で、それどうですか？4年生の春にそれ変えて1年で行って、で、また帰ってこられて、はい。そこから大学生活が変わったことなんかありますか？考え方というか。ですね。で、はい、パキスタンに行ってる時に1社目を起業したんですよ。あ、そうなんですか？はい。最初の起業パキスタンなんですよね。会社がパキスタンですか？そうです。すごいっすね。パキスタンで、法人登記をして。マジっすか？はい。で、ですね、最初の経緯から言うと、2013年って、はいはい、めちゃくちゃ株価が上がったんですよ。おお。で、しかもその前は、類を見ない円高で、おお、トヨタの株がめちゃめちゃ下落してた時、なんですよね。はい。しかもオリンパスもなんか不正会計かなんかで上場廃止になるかもみたいな。ありましたね、そんな。で、僕あの時に、まず円高っていう一時的なイベントゆえに、トヨタ自動車の株価が下がってるのであって、絶対戻ると思ってめっちゃ買ってたんですよ。で、やっぱ戻って、まずそれで一儲け。で、オリンパスのやつも、不正会計確かに悪いけど、医療器具で確か8割ぐらい内視鏡とかでシェア取ってたんですよ。そうですよね。そんな企業を上場廃止にするなんていう決断日本人にはできないと思って学生ながら、はあ、これも大量に買ってたからかなり低値で買って戻したんですよ、はいはい、これでも儲けて、しかも2013年安倍政権で株価が全体的に上がったんでポートフォリオがめちゃめちゃ値上がりしたんですよ、ね、はいはい、で要はもうキャッシュリッチになって、この金せっかくだから現地でいいように使おうと思って会社を設立し、ラホールの不動産購入したんですよ、会社名義で。で、まあまあまあ、不動産投資やりたいなと思って作ったのが、まず一つの理由と、もう一個の理由が、パキスタンで日本語勉強してる人が日本に留学したいっていうのをやってたんで、エージェントって言ったらいいんですか。書類を作成するサポート、日本語を教えるサポートで、まあ、実業もできるからちょうどいいやっていうので、会社作ったんですよね。ああ、すごい面白いですね。はい、もう、向こうのパキスタンの方で現地でも活動して、もう一応もうお金を稼ぐみたいなことをされてたってことね。はい、そうですね。すごいな、なるほど。でも、独占状態なんですよ。パキスタンに日本人まず
いないんで。あ、そうですよね。はい。Facebook ページ開いたら5万人ぐらい、はい。いいね押されるような状態で、顧客群めっちゃ簡単に作れたんですよ。すごいですね。はい。しかも、はい。なんか、当時どういう状況だったかっていうと、はい。中国の人が片言の日本語とかを喋って日本に連れてくみたいなことで、300万とか聞いた話ですよ。ほうほう。実際見てないですけど、300万とか400万とか支払わせて、まあ、詐欺をするっていうのがあったらしいんです。ほうほう。ただ僕本当の日本人でウルドゥー語喋れて、本当に日本の入管の書類作れると。ほうほう。で、僕申請したのが、はい、ほぼ全員日本行けたんですよ。すごいですね。そうなんです。指定された書類作ってるだけなんで、こっちからすると。そう、日本語で。ネイティブそうね。そう、ネイティブなんで。日本語で書かれてて、あ、ここ生年月日ねとか書くだけなんで。したら、まあ、口コミめっちゃ広がって、まあかなりフィーバーしたんですよね。すごいですね。で、あの時は株価も上がるわ、なんとなくで作った会社も受けるわで、おお、まあちょっとウハウハ状態だったんですよ。で、それで帰国して、僕自身はこれでやればいいやって思ってたんですけど、はいはい、思いのほか親が就活のことを突っ込んできて、おお、休学してるとはいえ帰国した段階で、はいはい、3月かな確か。はい、なんですよ。もう世間的には就活始まってるのに、息子やってないみたいな、お前どうすんだみたいな、いやいやもう起業したしいいよこれで儲かってるしみたいな、こっち成り立ってるよみたいな、そう成り立ってるとしたらお前バカなこと言うんじゃないみたいな感じで結構言われたんですよね。で、割とショックだったんですよ、それが。なんでかというと、うちの親の教育はかなりリベラルだと思っていて、はあはあ、まあやりたいようにやらせてくれるし、はいはい、まあ親として別にサポート、お金を渡すとか、はい、資源をくれるってことはない。自分でお金稼いでやる分にはもう自由にしていいよっていうような感じだったんだけど、まあ応援は基本してくれるので、反対されると思ってなかったんですよ。で、割とそれショックで、じゃあもう自分の意思とは全く関係なく就活するわって言って、そこから就活入りました。なんか自分の気持ちがどっか行っちゃってる感じじゃないですか。まあ、これは宣言しましたね。全く自分の意思と関係なく言われたから、はい、あなたの命令により就活するわっつって。うわー。なんか今でもすごいなんか感情がすごい入ってますけど、なんかそんな感じでしたですね、就活。そんな感じで就活に帰国してからは入りましたね。ええー、すごい。でもあれですよね、パキスタンで事業されてて、日本帰ってきて就活するじゃないですか。はい、両立ってどんな感じにされてたんですか、はい、学生生活っていうか、まあ。パキスタン側は正直、はい、書類作るの簡単なんですよ。はい。いや、要は学校の入学願書なんで、はい、あの、生年月日、氏名、はいはい、どうやってお金稼いでますかとか、はい、家族いますかとか、まあ、そういうのを書類ベースで書くだけなんで、時間かかんないんですよ、正直ね。なるほど、はい。で、日本語を教えるところは、スカイプをつないで、当時大学の外内の同級生とか後輩とかに、時給1000円とかで、はい、雇って、教えてもらってて、はい。すごいですね。学生のこう身分も持ちながら、もう人を雇うってことをしたんですね。そうですね。まあ、アルバイトなんで、はい。すごいですね。いやいやいや、全然全然。で、それで、やりつつ就活をしてましたね。あ、で、実際その就活どうでした？やられて、実際経験してみて。ここが今の会社にもつながるんですけど、ソーシャルエッセンスにつながるんですけど、はいはい、落ちないんですよ、正直。あ、中村さんが就活しても。もう全然落ちない。おう、あの、要はなんか会社からすると、グローバルな人材が欲しいと、はいはい。で、日本企業におけるグローバルな人材って、TOEIC のスコアと留学経験だったんですよ、僕の時は。あ、はいはい、で、どっちも持ってるから、おうおう、まあ落ちないんですよね。あ、面接で普通に喋れば。印象いいですもんね、やっぱり。はい。はい、で、ウェブテストとか、エントリーシートとかも、まあ、正直受験勉強に比べたらめっちゃ簡単なんで、まあ落ちないですよ。はい、ただ、同じ時期に就職活動してた、それこそ E カフェモリスでを通じて知り合った留学生が、みんな書類で落とされるんですよ。あ、そうなんですか。で、当時就活生の僕からすると、同じ外大で日本語で授業を受ける。課題も日本語で提出できている留学生たちが、グローバル人材として評価されなくて、ちょいと留学、ちょいとトイックのスコアが高い自分ばっかり評価されるのって、これどういう基準で選んでんのみたいな、不信感がすごかったんですよ、日本の企業に対して。確かにそうですよね。はい。そっからもうなんか、親とのその確執もあったし、就活のそのシステム自体にもイライラしちゃって、そっからちょっとなんか、よく言われる、これやったら落ちるって言われるけど、本当に落とされるんかいみたいなものを試しながら就活を楽しむという。例えば、あの、色のついた T シャツ着たら、落とされるって言われるけど、本当に色のついた T シャツで行ったら落とされるのかとか、あとは、
御社で長く働きます。どのくらいうちで働くって聞かれた時に、はい、長く働きますとか言わないと取ってもらえないっていうところに、はい、いや、飽きたら1年以内で辞めますねって言ってみるとか、なんかそういうのをやって、落ちないんですよ。あ、落ちないですよ、ね、結論言うと。え、マジですか？そうなんです。落ちないんですよ。から、もうそれもあって、なんで日本語話せる留学生ってここまで排除されるんだろうっていうのがあり。で、まあ泣いていただいてたんですけど、ちょっともうやっぱり納得感が自分の中になくて、で、はあはあ、親にも内緒で、11月に会社作って、で、親には就職するわと。おうおうで、内定通知書も見せて、おうおうはい、そう言いつつ、はい、11月からこのソーシャライズ社をやったと。ああ、はい。じゃあ、あれ3年生の11月ってことですね。もう4年生上がる前の11月に起業されて。はい、ですね。パキスタンでほぼ1年いたんで、はい、帰国と同時に復学してるんですよ。3月ぐらいに帰ってきて、次の4月から復学。で、4年生スタート。はで、内定取った状態で10月、内定式行くじゃないですか。はい。で、翌月の11月に会社作って。はい、あ、じゃああれですか、じゃあ3月迎えた時に、そのお父さんお母さんに、いや、俺起業してるから、みたいな感じに言って。あ、言わないです、言わないです。あ、そのままずっとこう、言わないです。会社に勤めますと。おぉ、はい、いうことで。はい。すごいなんか板挟みの状態でこう、起業されてたんですね。そうですね。思った以上に反対に遭いましたね。そうです、はい。でもあれですよね、その日本の、例えば東京外大とかで勉強する留学生とかって、要は向こうの、なんですか、レベルだったらもう本当に優秀な方が日本で勉強されてる。だけども、日本で就活しても受かんないみたいなのがあるってことですか？そうです。しかも並大抵の優秀じゃなくて、はい、文部科学省の奨学金生。あ、国費ですよ。日本の税金を原資として奨学金を受けて、こっちに留学してるんで、正真正銘なんですよ。あ、のエリートなんですよ、はいはい。なんでこの人たちをグローバル人材として評価できないのかが、本当に意味わかんなくて。そうですよね。今も意味わかんないですけど。書類で落とされるんですよね。あ、うん、本当に優秀な人材だからこそ企業はこう採用するべきだけど、そこら辺がこう伝わらないっていうかね、それはやっぱもどかしいですよね。ですね。はい。なるほど。まあ、そういう経験を持ってこう大学を生活過ごされたと思うんですけど、はい、リスナーさんも今高校生とかまだ若い方がいらっしゃると思うんですけど、ちょっと中村さんの今のご経験から、これ外大に入学するための勉強方法ちょっと教えてもらいたいなって。どこが大事かとか教えてもらっていいですか？これね、はい、僕が答えると、ちょっと誤った道ね、はい、導きそうなんで、ちょっと聞いていらっしゃる方も、はい、あ、そういう方法もあるんだぐらいでちょっと聞いていただければと思います。はい、前置き置いて。前置き置きます。明らかに多分合格するメソッドとしては外れてると思うんで、はい、さっきもお伝えした通り、僕受験制度がすごい納得いってないんですよ。はあ、勉強する気持ちを評価しないんで。はい、おっしゃってましたね。はい、そういう思想を持って受験勉強するとどうなるかというと、外大って英語と数 1A と、はいはい、あと社会系の2科目でしたっけ、はいはい、確かそうだと思いますよ。そうですね。を受ければいいみたいなこと言われるんですけど、はい、これがまず理解できないですよ。あ、はいはい、基本的には、はい、自分の興味のある学問は全部収めるべきだと。あ、はいはい、自分のこの内発的な興味に従って、ほうほうほう、でその内発的な興味に従った結果今の自分の成績が出てくるじゃないですか。そうですね、はい。で、これに合致する大学が自分にフィットしてるっていう考え方をするので、おー、まず、数 1A だけじゃなくて、数 2B も勉強しましたし、はい、物理、化学、生物、はい、地学も勉強して、すごいですね。はい、14教科中13教科勉強してたんですよ。はい、すごい。多分戦略的には間違っているんですけど、良かった効果としては、勉強すること自体への意欲が高まるんですよ。はい、余計なことを勉強することによって。で、結局受験勉強って物量だと思ってて、量をこなしたもん勝ちな気はしてるんです。だからどれだけ効率的に勉強するかっていう、こう削る作業じゃなくって、どれだけ勉強の絶対量を増やせるかっていうプラスの思考でいった方がいいと思ってるから、もうとにかく自分の興味あることを勉強しまくる。で、1日の時間の使い方、まあじゃあ睡眠時間削って16時間活動できるとするじゃないですか。無駄のない勉強で6時間勉強するっていう発想よりは、はい、興味のある勉強で毎日12時間やるみたいな感覚で僕は押し切りました。でも確かに好きなことの方が続きますもん、長い時間勉強できますもんね。そうなんです。はい。しかも僕の時、はい、2010年入学だから、はいはい、センター受けたのも2010年ですね。あの時数 1A がめっちゃ難しかったんですよ。僕も数 1A は48点だったと思うんですよ。確か。記憶が正しければ50点いかなくて。ほうほう。ところが、数 2B 簡単だったんですよ。88点取って。で、外大ってどっちか出せばいいから、数 2B で行ったんですよ。はいはい、しかも、
あの、世界史と倫理も、はいはい、僕確かこけてはないけど、はい、82とか86とかだったと思うんですよ。はいはい。まあまあまあ、そこまでいけてなくて。はあはあ、物理96だったんですよ。だから、センター試験、物理と数二 B で一応外大受けて。はあ、超理系な人みたいな。そうなんです、そうなんです。だからなんかいろいろ勉強してると、そういう当日思わぬ難易度に出くわした時でもリスクヘッジできますよっていうのは、はい、もしかしたら良かったのかもしれないですね。いや、これリスナーさんいいこと聞きましたね、これ、ね。そういうところで繋がるんですね、勉強がね。繋がりますね。あとは、英語の勉強も、はい、僕赤本屋なんですよ。ああ、ありました。やりました、僕も。はい。はい、あれも、この大学を合格するのであれば、これをやっておけば大丈夫みたいな。これ過去問です、みたいな感じじゃないですか。そうですね。やっぱね、違うんですよね。これをやれば、結果が得られるっていうのは、僕の中では勉強じゃない。だからもう赤本やらない。代わりに、何したんですか？あの、ボイスオブアメリカっていう、まあ、ウェブサイトでも見れますし、ポッドキャストも出てるんですけど、ほうほう番組があるんですね。ほうほう。で、その中にスペシャルイングリッシュっていう、英語を勉強している、英語ネイティブじゃない人向けのチャンネルがあるんです。ほうほう。限られた単語で、かつ割とゆっくりめで話してくれるものがあって、ほうほうほう、これをひたすら聞いてぶつくさ、音を出す。っていうのをやってました。すごい、ディクテーションみたいな感じですね、もうひたすらディクテーションです。これもうなんかどんぐらいですかね。1日2時間とかやってたんじゃないですかね。すごいですね。はい。すごい。一個質問したいんですけど、はい、周りの学生とかってやっぱ赤本知ったりとかセンター試験書くも得じゃないですか。はい。で中村さんはそっちのこう自分はこれで行くぞっていう独自な方で行くじゃないですか。はい。結構周りと違うことするって結構不安になったりするじゃないですか。そこも強くいけたなんか秘訣ってなんかあったりするんですか。うん、まず人と比較しないっていうのがあります。これ多分気質だと思うよ。気質っていうか教育ですね。おお、はい。そうですか。さっき家がリベラルって話したんですけど。おお。人と比べてどうじゃなくって自分がどうしたいかっていうのはとにかく重視する家庭教育なんですよ。よくこういう場をいただいた時に話をするエピソードが、はいはい、何でしょう。僕中学生の時数学の勉強っていうか宿題で、はい、リピート学習っていう問題集があるんですよ。ほうほう。でリピート学習って何かっていうと、はい、ひたすら問題がバーッと載っててそれをこう解きまくるっていう問題集なんです、はい、でそれをやってた時に親が来て お前何やってんだと、いやこれはもう宿題だと、リピートっていう数学の問題を解く宿題、はい、でそれ見てて、はい、お前これなんでやってるんだって言ってきて、いやなんか宿題だからと、いや宿題なのはいいんだけど、はい、これをやる意味を聞いているって言われるんですよ。おいやだから宿題だからやって提出しないと成績が悪くなると、はい、言われますもんね。言われると、はい、いや別にいいじゃん成績落ちたって、お前これやりたいのかと、やりたくてやれるんだったら止めないけど、やらなきゃいけなくてやってんだったらすぐやめた方がいいと、こんなもったいない時間の使い方ないと、なぜならばお前これやらなくったって分かってんだろと、あの分かってないやつがこういう問題を通じて理解をしていくんだったらこれは意味があると、ただすでに分かっているにもかかわらず時間をかけて解いてるんだとしたらそれは答え移してるのと大して変わんないから、もう許可するから答え移せと、こんなことに時間を使っていること自体が頭悪いっていうような、まあそういう教育を受けるんですよね。はい。確かにその答えが見えないことに挑戦することの方がやっぱ自分の成長につながりますもんね。そうなんです。すごい教育ですね。そうなんです。だからもう目の前の教材とか目の前の時間は誰のために何のためにあるのかっていうのを常に考えて、自分に合った方法を摂取しなさいって言われてるんで、別に周りが赤本使おうが、予備校行こうが、それは周りの人の話な。であって、はい、僕が考える勉強はこうだし、勉強っていうのはこういうものだし、スタイルとしてはこうでっていうのはまあまあ気にならないですね。はい、やっぱすごいですね。学生時代からそういう経験っていうか考え方がやっぱ培われてるんですね。なんかすごいなって思いましたね。頑固ですね。3文字ですよ。いやいやいや、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。次回もこのお話の続編をお送りいたします。魅力的なお話たっぷりです。楽しみに。シャローシラジオサニーデイフライデー DJ の田村陽太でした。それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。今日も気をつけていってらっしゃい。